このプロペラの大きさっていうのがね、結構肝になってるんです。これ15ミリ、なかなか市販のではないサイズで、この15ミリのペラがトゥイッチかけた時にジャッと立てる水音が、ちょうどあの網が集団でね、魚に追われてジャッジャッと逃げる時とね、非常に近い音を出してるんです。ポンポンとポン、今ターンしたでしょ、シュッって言いながらね、泡出したながら、うん、水種音を上げながらうまく操作できたときは、キュッとテーブルターンして泡を立てて、水音を立てて、泡とジャッという音が、あのプランクトンね、網なんかがあの逃げ惑う時の音になってるわけ。結構立てますね。そう、引き波の大きいの、これがいいの。ゆっくりでもかなり圧がかかっていい引き波が出るんです。でこの時に結構テールのペラもね、実は回ってるんです。くる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 、テーブルターンとね、それから表層引き波を立てるっていう2つのパターン見てもらったんですけど、こいつのすごいとこはもう一つなんです。ダイバーなので、最初の一発目でパッと潜らせてやると、一番おいしいレンジね、水面から10センチのところをきれいにトレースしながら、ゆらゆらこう動きながらね、水面下も引けるんです。キャストして着水したところから竿を立てて巻くと引き波出ちゃう。今度は潜らせたいので竿先でピュッと押さえ込んで巻くと、ほら水面下を、水面下をゆっくりゆっくりゆらーゆらーとしながら来てくるね。映像的にいいですね。綺麗ですね。イカくんの4番行ってみます、うん、少し浮力強めっていうか、まあ真ん中辺だな、4だから。まあ、うん、いわゆるこう水面で止めて食うパターンのとこになってくれないかなと。だったらこいつ強いの、フラッシュ上げて、わっしょ、ほら今浮かべて、あのチバチバって言わせて止めて待ってたら一発で食ったよ一発でも打てたよ、お、まあまあサイズだぞ。よいしょ、まあまあ来ましたよ、まあまあ。よいしょよいしょ、出たよ、イカ君の4番で。あのまあプロップなんで、スイッシャーなんで、シェードの中落として、シェードから明るいところでジャッジャッとスプラッシュ上げてね、浮かべてたら、もう勝手に持ってったらギョーンって。よし、じゃあはい、巻きできました。イカくん4、これはね2番かな、はい、巻きできました。お、赤ネギヒット、ヒット顔こっち向けろやった、やっぱり巻きだね。出ました、はい、はい、イカくん好調です。最高です。はい。